皆さんこんにちは、ビーレジェンド染田です。本日はビーレジェンドナルト疾風伝螺旋丸風味ですね、こちらのレビューをやっていきたいと思います。今回のねコラボレーションはナルト疾風伝となります。原作漫画に関しましては世界中で2億5000万部をね突破している、もう世界的にもね大人気のアニメとコラボレーションになります。気になるフレーバー名は螺旋丸風味という形で、主人公ナルトの忍術螺旋丸というね忍術からインスピレーションを受けて再現しております。シェーカーの方もねナルトとねサスケが向かい合っているファン胸厚のねかっこいいシェーカーとなっております。こちらでね本日はね飲んでいきたいと思います。いつも通りですね、150mlからね、300mlでシェイクしていただきたいんで、今日は 200ml入れてきました。こちらに対して、付属しているクロスプーンで、水切り1杯入れていただければと思います。で、パウダーはね、こんな感じですね。若干、白-青いパウダーの色になっております。爽やかな香りが出します。すり切り1杯入れていきたいと思います。よいしょ。チャクラを圧縮してとどめ切る螺旋丸。しっかりとね溶けておりますね。泡立ちもダマもねほとんどありません。こちらの螺旋丸風味、実はねビタン酸が入っております。ですんで今ちょっとねシェーカーの上の部分がね軽く膨張してます。いきます。お、結構なプシューをいただきましたね。強炭酸かもしれませんね、これ。ですんで、あまりね、強くシェイクしなくてもね、溶けると思いますんで、そこまで大げさにね、強くシェイクしちゃうと、爆発しちゃう恐れもありますんで、優しくシェイクしてあげてください。それで十分溶けます。あ、爽やかな香りがいたしますね。いただきます。美味しすぎるってばよ。美味しいですね。螺旋丸風味はソーダ風味をイメージして作っております。爽やかなソーダになっています。色合いもねナルトのね忍術の螺旋丸からインスパイアを受けて作っております。で、何よりね、螺旋丸風味は炭酸がね、再現されてますんで、水で溶かしてシェイクすると、ソーダ感をね、感じることができて、より爽やかなね、後味に仕上がってます。夏にね、よく食べるソーダ味のアイスキャンディーあるじゃないですか。あれにね、非常に近いのかなと、個人的に感じております。ホエイプロテインなんで、ミルク感をね、感じるのかなと思ったんですけれども、そこまでホエイ感も感じず、ソーダの香りがね、お鼻から抜けてね、爽やかに飲んでいただける商品に仕上がっております。気になる栄養成分表示ですね。エネルギー 118.1kcal、 タンパク質が 20.3g、 脂質 1.4g、 炭水化物が 6g、 食塩相当量 0.7g、 ビタミン C が 44.6mg、 ビタミン B6 が 1.5mg となります。で、こちらの商品はね、限定数はなく、定番商品となります。で、販売価格の方は3200円になります。で、今回ね、こちらのナルトシェーカーも同時販売となります。ナルトシェーカーは550円での販売となります。で、下記ね、概要欄の方に URL 貼っておきますんで、そちらからね、ご購入いただければ嬉しいです。ぜひ、こちらのね、ナルトシェーカーに螺旋丸風味を入れて、こう回して、螺旋丸！ぜひね、皆さんやってみてください。非常に楽しい気持ちになります。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。